巣に持ち帰ろうとしてるね。アリさんと喧嘩で負けちゃったのかな。もともと弱ってたのかな。これはノラの腹びろさん。元気そうだね。昨日の土砂降りも何のそのだね。4、5匹いたんだけど、今は2匹しかいないか。4例ぐらいのオオカマキリもいるからね。この間1匹食べられてるの発見しちゃった。それはいないね。大きくなったから旅に出たのかな。オオカマキリもね、2例のやつもいた。今はいないか。どっか旅に出たかな。このドロセラはね、ハラビロカマキリを1匹食べてましたね。ここにもハラビロいたんだよな。ちょっと数が減っちゃった。日に日に減っていくわ。あ、オオカマさんはこれだ。見えますか？これは2例。オオカマさんね。アラビロさんの数が随分減ったな。あ、あそこにいる。これもハラビロだね。あ、これもそうだ。これもハラビロだね。ショウジョウバエの発生源に来てる。この辺にもいたんだよな。あ、いた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 。あ、こっちを見てる。向こうもいた。まあこんな感じで生まれてから1週間が経ちました。だいたい150匹ぐらいかな。このメインで飼ってる中と部屋で飼ってるのに、4、50匹いる。うん。生まれたのが600ぐらい。だいたいね、初日に天井にうわーって脱走してここいましたね。もうプラネタリウムみたいにたくさんいたんだけど。今はもうほとんどいないね。3日目からいなかったですね。2日目に雨降ったからまだいたんだけど、そう、こういうとこにもいたんだけどね、だいぶいなくなりました。立ち去ったね。お腹だけ持ってったのかな。ハラビロカマキリ生まれてから1週間。うわ、全体的にはこんな感じでうまくいってます。100匹ぐらいいるんだけど、餌もねすごい、餌もこんな感じで入れといたバナナにすごい大量の勾配が来て、そして卵を産んでる。ハラビロカマキリより勾配の方が多いでしょ。うん、順調です。全体では順調です。あ、アリさんも入ってきてる。こうやって弱ってるやつを連れてくんだね。ほら入ってきてるね。
コバエも連れていくかもしれないね。なんかやってる。ショウジョウバエ同士のこれメスをめぐる争いかな。